ホセ・マセダ、ホセ・マセダ、ホセ・マセダは、フィリピンの作曲家、民族音楽学者、マニラに生まれる。パリのエコール・ノルマル音楽院で、ピアノ、作曲理論、アナリーゼを学び、その後フィリピンでピアニストとして活動。コロンビア大学で音楽学、ノースウェスタン大学で人類学を学ぶ。1952年頃より、フィリピンの民族音楽のフィールドワーク。1954年頃にミュージックコンクレートを手掛け、1958年にパリ国立放送局のミュージックコンクレートスタジオにて制作、ここでピエール・ブーレーズ、カール・ハインツ・シュトックハウゼン、イアニス・クセナキスらと知り合う。1963年にカリフォルニア大学ロサンゼルス校にて民族音楽学の博士号を取得、同じくこの頃より作曲活動を本格化。マニラにて、エドガー・バレーズやブーレーズ、クセナキスなどの作品を指揮、演奏するコンサートを1969年まで開催。民族音楽学者として、東南アジアの音楽のフィールドワークを行い、多数の論文を発表する一方、東南アジアの楽器を用いた作曲を手掛ける。1990年代以降は、管弦楽やピアノのためにも作曲した。ありがとうございます。